うつ病を発症してからどんどん体重が増えました。体重が2倍になりました。うつ病で体重増えた患者さんで標準体重に戻した方はいますか？ちなみに私は40代ですと。うつ病を発症した患者さんで増えた体重が元に戻った人っていうのは結構いますね。だから結構増えたなって人もなんか戻ることって結構多いですね。もちろんね、そんなに戻らない人もいるけれども、最初の頃ではちょっとふっくらする人もいますけど、でもなんか結構戻りますね。それは40代の方であっても。だから人間の体ってなんかこう、その遺伝的に決まってるその体重っていうのがあるんですよね。で、そこに近づくようにできてるんですよね。だから痩せ型の遺伝子の人は痩せ型になるし、太りやすい人、まあ体がっしりしてる人はほっといてもがっしりするんですよ。だからそれは、まあ食べてる量とかにも関係あるんですけれども、なんかね、やっぱそこら辺に戻ってきますね。普通の体重、ものを食べていけば。だから子供の時からね、子供の時に痩せてる人は大人になってからも痩せてることが多いし、子供の時に太ってる人は大人になってからもがっしりしてることが多いですね。これは、家族の生活習慣だけの問題ではなくて、遺伝的に決まっているところも多かったりします。だから、うつで増えたやつは、遺伝的な量、遺伝子で決まってる体重に戻ることが結構多かったりしますね。はい。まあ、運動量も増えますしね。